こっちか。今日はどこにやってきたかと言いますと、全然わからない。久しぶりに打ち合わせも兼ねて、じゃじゃじゃん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 、あ、目の前に名水ポイントが、じゃーん、名水もしっかり湧き出ております。じゃーん、今日は出てる時間に来れました。これは循環式ですので、たまにお目にかかれない時があります。とことこと歩いて打ち合わせに行きたいと思います。いざいざ花の市役所さんへは、歩いてすぐ行けるので、市役所さんの横のファミリーマートには、なんとクローバーコーヒー天使純子オリジナルブレンドも置いていただいてますので、皆さんにご挨拶しつつ行ってこようと思います。快晴だ。これから私の大好きなパワースポットに向かいます。豆腐の三河屋さんからほど近い白笹稲荷神社に向かっております。まあ、歩いてね、ご飯もないぐらいかな、すぐ着いちゃうんですけど。そして白笹稲荷の大鳥居が見えてきました。見えるかしら、あっち大鳥居。あー、もう気がいい。皆さんにとってもスポットのところってあると思うんですけど、神社だったりいろいろ、私はここが好きでね、かっこいいお鳥居が、ドゥー、なんか最近風が動画撮るとき強くて、来ました。白笹さん、神社念願のトラトリアフコさんにやってまいりました。久しぶりに乗っちゃって楽しみです。楽しみ。窓の窓際の席に座らせていただいたんですけど、日差しがさんさんと降り注ぐ開放的な肌の美しい水なし川を目の前に感じながらご飯をいただけます。ということで、楽しみにいただきたいと思います。お食事をいただいて、あー、美味しかった。次はあのコラボをさせていただいている場所に向かおうと思います。今はじゃあ見てもらうと、もうここ全部ちょっと奥見ると水無し川なんですよ。ここはカルチャーパーク運動公園のところですね。なのでちょっと水無し川沿いを歩きながら、一回花野駅の方に行ってみようかなと思います。気持ちいい。いや、さっきものすごい充電もなくて動画も強制的に、動画って充電ないと切れるんですね。もう強制終了させられながらだったんですけど、あ、梅は咲いてる。梅見えるかな。充電をゲットしたので、ちょっと水無し川の方に行ってみたいなと思います。ランチにお邪魔するとき、いつもちょっと時間をずらしてね、お忙しそうな時間をずらして行くんですけど、なのでもうね3時近いんですよ。
なのでちょっとだけさっきよりは肌寒くなってきましたかね。見てこんな立派なグラウンドがあるんですよ。すごくないですか。じゃあすごいよね。ジュエーシンキンスタジアムって書いてある、ね、大きなテニスコートもあるしね、トラックもあるのでね、すごい凝っちゃう。花野のカルチャーパークすごいよ。私はテニス部っていうかテニスもやってたんですけど、硬式じゃなくて軟式テニス部だったので、この辺で試合をしたこともあります。実は で大人になって硬式のテニスをちょっとやってみたことがあるんですけど、とてもじゃないけどできないんですね。軟式と別物だったさあ来てよ、ここの土手を降りて気持ちいいんだから。じゃじゃじゃーん、土手をね、ちょっと下って土手沿い、川沿いに降りて行こうと思うけども、あ、今日はまさに水無し川だ。髪もボッサボサだな、もう風で今ね、いろんなお店さんに寄ったのでお土産を買ったりとかして、手がね、もう両手塞がっててですね、片手でカメラを持ち、なので、いい天気、土手を、こんな気持ちいいとこがあってさ、ここを通ってまっすぐ行くと、花野駅にもう着いちゃうわけですよ。ここは、走れるので、走るのにも向いてるんだけどね。見て、さ、水無し川。水がほとんどないでしょ。あれ見えるかな。よいしょ。ほら、ちょっと手前の方にあるんですけど、水無し川はね、基本的にあんまお水がないんですよ。人間ってやっぱ光合成大事だからさ、太陽を浴びないと具合悪くなると思うんですけど。実はこれ全部桜で、これほら、これ綺麗に映せたここが桜並木なんです。なんか春になると、私のそうだな、2021年の4月頃のブログにも載ってるんですけど、ここが桜並木の時にホールの抽選に来てっていう時のね、写真が結構アップされてるんで、よかったら。いよいよあの場所へ向かいたいと思います。オリジナルコーヒー、クローバーコーヒーと奥多摩の方コーヒーさんとコラボさせていただいているアリエットデルジェラートさん今日は桜尽くし。さっきも桜並木にいましたが、実はここも桜ロードでして、アリエットさんの目の前も桜並木となってます。じゃん、こんな感じで、じゃーん、アリエットデルジェラートさん、お正面がじゃーん、営業をね、よくチェックしないと、なかなか営業でじゃない時もありますので、お気をつけくださいます。お客様が中にいらっしゃいますんで、ひぃひぃ、じゃーん、帰ってきました。花の駅北口広場、全然見えなくなっちゃってますけど、もう夜です。打ち合わせもできて、ついにキャプルスラッキーも食べれて、
はあ、よかったということで帰りまーす。夜もちゃんと出てるよ。じゃーん。ということで帰ります。